こんにちは、あきこです。今日は、ゆるくゆることっていうお話を少ししたいと思っています。私自身とてもね、いつもこう怒り方というか、いつも緊張してた感じで、緩むっていうことを意識的にやったことは今までほとんどなかったです。だけどこう宇宙意識とか、やっぱね、その自分の現実を良くしたいので、いろいろなものを読んでたら、緩むといいってやっぱよく書いたんですよね。リラックスとか安心とか、本当かなと思って、私は現実を良くしたいので緩むことを許可したんですね。そしたら本当に現実が、緩くなりましてそして本当に現実が、楽に進めるようになったっていう、経験があります。今本当に力を抜けてると思うんですけど、今抜いてんですけど、これは意図的にやっています。無理してっていうよりも力が入っちゃうタイプなので、力を抜くことを許可してるってことなんですね。これをやることによって、本当にまあ自分がまず楽なのと、見てる方ものほほんとするんじゃないかと思いますし、そして周りの人たちもね、私が力を抜くことによって、いいパフォーマンスをしてくれたり、だから本当に自分のためにも周りのためにも力を抜くっていうことをやっています。で、宇宙的に見るとこの方がやっぱり現実が良くなっていくんですよね。実際本当に私自身も現実が良くなっていますので、今結構力が入ってる方ね、多いんじゃないかと思うんですけど、緩みましょう。緩むことを許可すると本当に現実が柔らかく変わっていくと思いますので、ぜひやってみてください。ではでは。